って、うん、そういった経験などがあったからこそ今に至って、うん、本当に素晴らしい選手だなと思いました。なんか功績残されてるけど、なんて言うんだろう、強いとこだけじゃなくて自分の弱いところっていうのを結構オープンにしてくれて、なんか同じバイエーシャルとしてそういうところにすごい共感できるっていうか、そこを結構教えてくれたのがすごい良かったなと思う。ナイジェリアでのお話で、ナイジェリアで見た光景だったり、そこであのバスケやってる子どもたちからパワーをもらって、さらにまた頑張ろうって思ったお話ってとても素敵だなっていうふうに思ってて、そのバイリンシャルのもう一つの方のルーツが源になってここまで来れてるっていう話が素敵だなって思いました。本当にいいロールモデルになってるよね。そうですね、モニカちゃんの、あ、モニカさん、小さかった時自分ロールモデルがいなかったっておっしゃってましたけど、今小さい子供たちのロールモデルの素敵だな、本当に素晴らしいね。あと15年ぐらい後に、前に後に生まれてたら、なんかモニカさんがロールモデルとして自分に結構自信持ちながら、私もバスケとかもっとやっただろうなと思って。確かに、確かに、これからが本当楽しみです、ね、どん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 絶対上に持っていきたいな、ね、日本だけじゃなくて、世界に羽ばたいてほしい、すごい楽しみ、はい、アフリカ貢献するにはどういうことを一番あなたたちにすればいいんでしょうかね。各世代は貢献、あなたの祖孫の世代は一番できたらなとかっていう思うものがあるんですか。アフリカに、アフリカというのは大陸なんですけど、どこの国でもいいんです。例えばガーナに対してとか、ナイジェリアに対してとか、何かモニカさんのほら言ったことから、まあ、教訓にして、やっぱり何か、しなきゃなとかっていう思うものは何ですか。やっぱり私たちの世代って言ったら情報社会の世代だから、だからこういうインターネットとかソーシャルメディア使いやすい世代だからこそ、やっぱ知ってもらうってことはすごい大事だと思うんで、まずは知ってもらうことでアフリカに興味を持ってもらって、アフリカってこういうところなんだ、行きたいなって思わせることが大事なんです。それが私たちができることなんじゃないのかなっていうのを思います。確かに今のイメージだと、日本だと例えばアフリカっていうと全部同じ国みたいな、あとはジャングルとか、なんか動物とかイメージしかないから、知らない人がね、そう深くまで知ってほしいなと思います。じゃあ、あなたたちの経験からいくと、やっぱりいろんな、もうミスユニバースだ、まあ、東大だ、もう上智大学だとか、もうやっぱり優秀じゃないですか。これからいろんな調査によると、田舎行くと、やっぱりポツンテストリーのハーフとかいたりとか、もう本当に東京の情報がない、そういうのをどういうメッセージを発信すればいいの、あなたはストーリーじゃないんですよとかっていう、東京だと恵まれてるからいっぱいいるんですから。じゃあ東京以外のところは結構みんなやっぱりなんていう、本当にナイジェリアのハーフ東大行ってんの、上智にいるの、え、ガーナのハーフはミスユニバース、とかっていう多分情報届いてない人もいるわけだから、どうしたらその人たちに、うちらの例えばナフコネットでも何でも、あの情報を渡れるようにするのが一番。なんかコミュニティとか作るのもいいですよね。結構そういうアフリカンユース、今もありますよね。なんかそういうのとかでもやっぱ知ってもらって、いろんな人がこの日本にはいるんだっていうのを知るきっかけになるんじゃないのかなと思います。そうですね。そうすると、例えばみんなそこに質問すると、例えばナイジェリアの質問についてならば、例えばエミリちゃんが答えられるわけじゃない、それでガーナの質問だったら、ああ、じゃあ俺してるよとかっていう、もうナイジェリアの質問をこれから、初めてじゃないもんね、はい、うん、それもしてる範囲も、これからもナイジェリア大学でもいろいろで活躍するわけだから、それで、その子たちは、あ、ここ行けば、そういうプラットフォームがあればいいと思うんですよね。今のところはちょっとないんですよね。もう要はもうアプリなんだから、そこに検索すると質問入れると答えてくれる人がそれを読んで、いいですよね。開発しなきゃならないので、商売減ってきちゃうんです。そう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 、それがアフリカ版のこの人に質問したい、そうそう、もうこの人に次より、そこに出てる人たちプロフィール出るじゃないですか。この人詳しそうだな、じゃあ質問してるとかっていう、それこの質問に対するエミリーさんっていう、たら、あ、答えてくれるっていう、心強いかもわかんないんですよね。だいぶいいと思う。同じバックグラウンド持ってて質問もしやすいですし、確かに。そういうことは、うちのエンジニアたちは、今日から仕事始める。はい。そうなんですよね。この間の、なんだっけ、見ましたか、テレビで。
この間何ちゅうテレビが出てたんですよね。なんか目指もうもし延滞になったら目指したいって言ってるんですよね。なんかお笑いとか好きなんだって。それで一番面白かったのはあるのなんでナイジェリアあれもナイジェリアのハーフなんですよ。でもアメリカアイヌアイヌじゃない。うん。アイク。アイクそのなんか似てるっていう。はいはい見ました私もそう。見た。はい。そっくりでしたね。そっくり。あの人もナイジェリアのハーフって知ってます。あそうなんですか。ナイジェリア人のお父さんとお母さんですよ。でもアメリカ人なんです。アメリカで生まれたんですけど、っていう話を聞いたんですけど、本当追求して正しいどうそうなんですか。知ってる？あのアイク？優秀なあのなんか大学出られてたりなんか。もうそっくりなんだよね並びで。あの人。でアイクさん の, そのお笑いのチームと一緒に組んであのコントをやってて、アイクさんは何をしてる人は芸人お笑いですよ、ね、なるほど、超新塾ってわかりますか、あ、はいはい、のメンバーの2人でそこと一緒にコントやって楽しそうです。結構ね呼ばれてるんですよね、一生懸命もうやって、もう結構ナイジェリアもガーナもう本当他のアフリカのハーフはもうみんな大活躍してるんですよね、うん、でも取り上げられなければ誰もわからない、うん、そうですね、うん、日本だけ見ちゃいけないと私は思ってます。あなたたちはもう本当に幅広いバイタリティがあると思いますよ。だからいろんな世界から見れるようにっていうできてますよと、うん、スクープしてどん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 上げていけばなと、うん、じゃあ 何かあのそのハーフたちにもどこでこもっててさ、誰も友達ないハーフ、何かメッセージないのかな、一人ずつちょっと。でもさっきモニカさんが言った後に私も私が言うんですけど、いいんだ、素晴らしいです。何やってんだよ。そうそう、もう本当にあなた一人もういるんだよ、そういう人。この間調査したら、もう例えば大森とかもとか、あの奥の方にそうですね、ストーリーだったりわけだから、でもあなたたち見本じゃないですか。モネタさんも見本、エブリンさんも見本、うん、その見本たちから出てくる言葉も本当にもう短くでもさ、もうあなたはストーリーじゃなきよって、これからもう何ていう何かあったらもうやっぱり、ね、声かけてくださいとかっていう、ね、ちらっといいんじゃないですか。はい、スタート。ミスユニバースの方から歌い続けた方がいい。そう、代表して。続いた方がいい、言った方がいいってことしか見せに行っちゃったんだね。そうだよ、あなたが、要はあなたから。あ、普通に言ったら、いや、いろいろとこう悩んでいたり、あまり周りに相談することがなく、こう自分を追い込んでしまうこともあるかもしれないんですけど、今本当に日本はどんどん多様化していって、グローバル化していく中であって、この情報社会っていうのもあるので、まず自分は一人じゃないっていうこと、周りにも同じような人がたくさんいるんで、こう困ったことがあったらどんどんインターネットなどを通して質問をしたり、まあ、とりあえず自分を責めないで、自分には仲間がいるってことを分かってください。ダメだよ、そこに困っていたらナフコネットにと繋がらないとダメだし。ああ、そういうことですか。そうなんだよ。もう一回。ナフコネット連絡くださいって言ったら、だからそのナフコネット質問すればそれ解決できるんだよとかっていう、あそうするとナフコネットに質問来ればあなたのところでドセリするわけじゃん、あのこういうのどういう答えればいいのかとかっていう、そうなんです。わかりました、はい、最後だけでいいです、はい、そう最後だけですよ、もう全部言ったやつはバッチリだから、もし何か悩み事など聞きたいことがありましたらナフコネットに連絡をください、答えます。自分の経験からっていう形ですよね、はい、例えば地方のに住んでいて東京の大学に行こうとか結構トップレベルの大学に行こうとなった時にあんまり助けてくれる人が周りにいなかったり、自分がハーフとかバイレーシャルだからっていう理由で反対してくる人とかもたまにはいると思うんですけど、まあ、本当に都会とかに出てくるといろんな人たちがいて自分の力になってくれる人が絶対いるし、同じバイレーシャルでも、例えば学問とかの分野で相談に乗ってくる人はたくさんいるので、まあ、ぜひそういう人たちにインターネットとかを通して相談してみるといいのではないかなと思います。はい。
はい、日本だったり特に地方だったりでミックスとしてバイレーシャルとして生きていく中でその周りと違うことって何か嫌な思いをしたりそういったところをマイナスに捉えてしまうっていうようなことも多いと思うんですけれどもその違いっていうのは必ず武器にできるパワーにできることでその違うからこそ他の人にできないことをできる力を皆さん秘めてると思うのでそれをどうやったら活かすことができるのかもしわからないことだったりがあったらナフコネクトの YouTube でロールモデルの人を探してみたり質問だったりがあれば連絡してください。みんなでサポートしたいと思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。